ともあれ、強制イベントはすでに発生しましたし、この先の行動次第で君たちの得られる SSG の額も変わってきますので、言動には注意してくださいね。まあええけどな、確実に儲かるって話みたいやし、お兄ちゃんのことを追いかけなあかんから普通に頑張って稼いでみる。俺に拒否する理由はあらへん。いいお返事です。では始めますよ。特別ミッション泉の女神。泉、そんな名前の人 PS のあったな。実在の人物団体などとは一切関係ありません。旅人よ、あなたが泉に落としたのはこの汚い五木衆ですか？ご本人や、ご本人やで。これ大丈夫な？ちゃんと許可取ってる？てか汚いお兄ちゃんって、ゲヘヘ、兄ちゃん可愛い顔してんじゃねえか。俺ちょっと遊ばねえか。あ、汚い。イエスでも一番言動が汚い人が参考にされてる気する。それともあなたが落としたのはこの綺麗な五木衆ですか？僕と一緒に築き上げよう、アイドルたちの理想郷を。汚い、綺麗なお兄ちゃんのはずやのに汚い。言動は綺麗やけどお腹の中は汚い人が参考にされてる。悲しいことを言うね、影平くん。てかこれ元ネタ天正院先輩やろ。おしさんにその人の真似させるんがどんだけひどいことか分かってるん？はいはい、ごちゃごちゃ騒がないでよね。超うざい。あ、言った、元ネタの人の決め台詞を言った。ほんまに権利関係とか大丈夫な？当然だね。この新世界の運営者であるスイッチとナイツは同じ事務所のため協力関係にある。いろんな素材などを提供していても別に変ではないよね。うわー、ムカつく。よう考えたら口調はお兄ちゃんと似てるけど仕草が天正院先輩やねんな。嬉しいよ。それが理解できるということは君が僕に興味を抱いてくれていたということなのだから。俺ってギャンブル好き、金、女、タバコ。こっちはこっちで元ネタの人の解釈が雑っていうか理解が浅い。このプログラム組んだ人があんまりこっちの人には興味ないんやろな。いいからさっさと答えてよね。あんたが落としたのは綺麗な五木衆と汚い五木衆、どっち？これはサービス問題ですよね。別に引っ掛けも何もなく誰もが知っているだろう、おとぎ話そのまんまの構図ですよ。金の斧、銀の斧だね。これはヒントを与えすぎたかな。ふふって言いすぎ、ポッポンの鳴き声か。いや、ご本人もそんな感じやけど口癖が強調されすぎてて鬱陶しいわ。俺っちギャンブル好き。それしか言われへんのか、あんたは。はいはい、ツッコミばっかりしてないで答えてよね。あんたが落としたのは綺麗な五木衆と汚い五木衆のどっち？あ、何度でも説明してくれる。こっちは元ネタの人より優しい。同じ事務所の人間だしね、好感を抱けるキャラクターとして調整されてるのさ。俺っち瀬名泉君好き、ギャンブルと同じくらい好き。いや、元ネタの人たちにここまで接点あったっけ？言わされてへんか、そのセリフ。もう元ネタの人の名前を隠さず言ってしもてるし。
まあええわ、お兄ちゃんを待たせてるし、さっさと終わらせて俺も現実に帰るで。あなたが落としたのはうんぬんと言われてるけど、落としたのはツムチェン先輩やでとかのツッコミもせえへん。俺の答えはもう決まってんねん。俺のおっさんは誰にも再現できへん思考の芸術家や。たった一人の誰にも代わりは務まらへんかけがえのない人なんや。それが君の答えかい？あ、お師さんって言っちゃったので指令違反で罰金ですね。俺ジャンブル好き。やかましいわ。もう頭が変になりそうやからちょっと黙ってくれ。この新世界っていうのが何なのかは未だによう分からへんけど、俺もうこんな場所はゴリゴリやわ。